はい、こんにちは。栃木のたけし農場です。昨日はね、一日雨でした。関東地方寒かったです。今日はね、雨が上がりまして、朝から快晴、いい天気です。ただ夜のね、温度がちょっと低かったんで、今10時半ぐらいかな。ちょっとね、ひんやりはしてますけど、快晴でこれから温度上がるんじゃないかなと思います。で、今ね、畑ちょっと見てきたんですが、畑はね、まだちょっと濡れていて、作業できません。で、今何やってるかっていうと、明日育成会の廃品回収です。で、瓶類は、昔はね、一升瓶なんかも出せたんですが、今は紙類ですね、段ボールと新聞紙と雑誌、それと、アルミ缶とスチール缶、そんなものしか出せなくなったんですよね。で、うちは金属類はね、廃品回収の方に出しちゃうんで、育成会の方ではなくてね、まあ協力できないんですけど、紙類は協力できますので、今ね、ちょっと箱をばらして明日のね、育成会の廃品回収に協力しようかなということで、これからね、やっていきます。よいしょ。で、最近ね、やはり廃品回収も中国人の人が多いよね。やはりこういう仕事は、日本人ってあんまり やりたがないかな。まあ基本産経はやっぱり嫌がりますからね。危険、汚い、きつい仕事っていうのはね、嫌がりますんで、日本人はあまりやらないみたいですよね。よっこいしょ。はい、で、うちもね、何回か動画に出してるんですが、農機具はね、かなり断捨離しました。で、やっぱりね、最近一番なくなってよかったのが車です。あれもね、友達から「たけしさん、ちょっと預かっててよ」なんて言われたんでね、うん、いいよって言ったんですが、そのままになっちゃいました。まあちょっと預かっててってのはちょっとじゃないよね。まあ全然、知らない人でもないんでね、お前ち敷地側だからちょっと預かっててくれよっていう感じでね。そのままになっちゃいまして、やっぱね、最近になって車がなくなりましたんでね、あと農機具なんかも、まあ本当はね、まあ農家の方、まあいずれはね、今は元気なんですが、農家引退する時期が来るんで、まあその時にちょっとね、農機具いじって遊ぼうかなと思ってね、まあガラクタをちょっと集めてたんですが。まあなかなかね、あと10年、今60、今年誕生日来て67になるんですが、まあ75ぐらいまではね、やれると思うんで、農家の方ね、まあそちら一生懸命頑張って、まあ75過ぎたら、まあちょっと現役はね、引退しようかななんて思ってるんで、まあそれまでね、あと7、8年ありますんで、まあ、その間ちょっとね、持ってるのも、場所的にもきついんで、今回ね、一度整理しました。まあね、どういうものかなっていう感じはするんですが、しょうがないよね。そんなに持ってられないし。よいしょ。敷地はあるんですけどね、ただ野ざらしって車のようにね、野ざらしってわけにいかないんで、ちょっとある程度屋根の、あるところに保管っていうことになるとね、やはりかなり制限がかかっちゃうんで、まあ、今回ね、ちょっともったいないなと思ったんですが、処分しちゃいました。最後に出したのがね、クボタのコンバインなんですけど、これどうすんのって言ったら、なんか外国へ持ってくような話してましたね。で、やはり三条狩りって中途半端なんだよね。まあ小さい農家しか使わないし、まあね、
ある程度の農家になると4畳狩り5畳狩りになっちゃうんで、3畳狩りはあんまり動かないっていうことでね、まあこのね機械を買った10年20年前はね、最新鋭のまあ結構馬力もねある大きなコンバインだったんでしょうけどもね、今はね、今もう1畳20馬力の時代ですからね、6畳狩りで120馬力だからね笑っちゃうよねまあ価格もね何回も言ってるように昔だったらね家が一軒建つような、ね、値段でですからね、まあすごいすごいですよ。ある意味コンバインなんかまあベンツすごい、高級車だと思うけど、コンバインベンツ顔負けだからねそういうのでね田んぼ走ってんだからね今はねまあすごい時代になっちゃったなと思いますけどね。まあ自分もねあと 10年くらいは なんかやれんのかなと、70後半ぐらいまではね、やれんのかなと思ってるんでね、まあ無理をせずにね、体を あまりあの楽しちゃうとだんだんなまってきちゃうんでね、無理しない程度楽させない程度そこは難しいよね。まあ適当に体をに負荷をかけながらね、自分の体をおもりしながらちょっとやっていきたいなと思います。はい、そんなわけでね、育成会の廃品回収のね段ボールをちょっと今作ってるっていうかね、はい、梱包してるっていうか、そういう動画でした。お付き合いありがとうございました。はい、段ボールね切り終わりました。で、何箱かあったやつをね、切りまして、大きめの箱3つにまとめました。まあ本当はね解体して紐でぐるぐるって巻いてもいいんですけど、前やりましたらやっぱり素人ですとね紐がうまく巻けないんだよね。でまあちょっと手間かかるんですが、小さくね切ってねこう箱の中に入れていけばコンパクトにまとまるんで、まあこれ多分ね業者へ持ってってこれを解体してまた段ボールに戻すんでしょうけどねまあ二度手間になっちゃうんですが、まあこれの方が回収する手間がかかんないかなと思って、やってみました。はい、そんなわけでね、明日朝8時半までだったかなに、地区のねゴミステーションに持っていくと、業者の方がね取りに来て、回収してってくれると。でその回収した目方に合わせて育成会に何らかのお金が入ると、そういうシステムらしいです。はい、そんなわけでね、育成会の資源ごみの回収準備ですね、終了しました。お付き合いありがとうございました。